はい、その点でございます。今日はですね、麻婆豆腐をね作りたいと思います。で、前回もね麻婆豆腐をあげたんですけど、前回の麻婆豆腐はですね、豆板醤をね使った麻婆豆腐を作ったんですけど、まあそれもねめっちゃね美味しい作り方で、ぜひね参考にしていただきたいんですが、今回の麻婆豆腐は豆板醤を使わない黒麻婆豆腐をね作りたいと思います。まず材料はですね、豚のミンチですね。あと、ニンニクと生姜、あと長ネギのみじん切りですね。あと玉ねぎとかね入れる方もいらっしゃいますけど、今回は長ネギのみじん切りを使います。それと、これが、鶏ガラスープで、この鶏ガラスープね、味を濃くするとね、ちょっと鶏ガラスープの味が濃くするとあんまり良くないので、ちょっとね味がちょっとついてるなぐらいの濃さで、この鶏ガラスープを作ってください。あと使うのがこちら八丁味噌を使います。で、あと八丁味噌もね、八丁味噌とお水、砂糖、酒、みりん、醤油を1時間ぐらいねずっと弱火でね、水分飛ばして作ると、なおね八丁味噌にコクがね入って美味しくなります。まあ時間がある方はね、そちらもやっても、いいかと思います。まあ普通のね八丁味噌を使ってねやっていただければと思います。で、今回はねこの、コクがあるものを練ったやつをね使いたいと思います。そしてもう一つ、こちらがですねラー油、それでラオチューワン、こちらがですね麻婆豆腐の色を出すための醤油になりますね。あと普通のお醤油になります。それではね早速ね作っていきたいと思います。はい、まずですねラー油をね、鍋に、まあ今回ね鉄のフライパンをね使います。まあテフロンのフライパンでもいいんですけど、まあ鉄のフライパン使った方がね美味しくできるような感じになります。まあ鉄のフライパン使う場合は熱々でねこのラー油を入れると焦げちゃいますんで、注意が必要なんですけど、まあこれは具が入ってるラー油なんでね焦げやすいので、もし具が入ってるラー油を使う場合は若干ね熱々ではなくちょっと冷ました状態でラー油を入れてください。はい、そしたらですね、生姜とニンニクを炒めます。はい、そしたらね、ひき肉、まあこれ全部使ってもいいんですけど、ちょっと多いので半分ぐらいね、使います。はい、今回はね、長ネギも、ここで炒めます。まあ最後にね、入れてもいいんですけど、今回はね、最初にね、炒めちゃいます。はい、で、ある程度ね、炒まったらお砂糖ですね、砂糖を大さじ1杯と、お酒が1秒、そして鶏ガラスープですね。はい、そして八丁味噌ですね。まあ、大さじスプーン2杯ぐらいね、大さじ2杯ぐらい入れてください。1杯、2杯ぐらいですね、スプーン2杯ぐらい入りました。はい、あとお醤油ですね、こちらを、大さじ1杯程度ね入れます。はい、そしてねちょっと味見を見て、ちょっとね
調味料が足りなければ、味噌とかね醤油をね足してちょっと味を整えてください。ちょっと今回ちょっと味噌がねちょっと、薄かったので味噌を足します。はい、ではね味が良かったら、ここで、色をね、整えるラオチューワンっていう中国のね、醤油を入れます。まあ大体、1.5 秒から2秒ね入れました。もうねこんだけでも真っ黒になります。はい、それではね豆腐を入れて、とろみをつけて仕上がりになります。はい、で豆腐なんですけどね、軽くね下茹ですると崩れにくいですけど、まあ、私はちょっとね生を使いたいので生派なんで、今回は下茹ではしてないです。はい、そしたらね片栗粉をね入れます。はい、そして仕上げにですねもう一度ラー油をね軽くかけて、辛みをねつけて完成になります。このね最後のラー油は、辛さの調整になりますんでね、辛みの好きな方は多めに入れて、あと山椒とかもね、好きな方は、最後に入れてください。はい、これで完成になります。それではね早速食べたいと思います。はい、それではね完成しました。じゃあ早速食べたいと思います。いただきます。めっちゃねうまい。あ、ちっ。あのねこれもうご飯にねかけてねこう麻婆豆腐にしてね、食べたいぐらいめちゃくちゃうまいですね。でこのラー油のねピリ辛さと、あとこの八丁味噌の旨味がね凝縮されてめちゃくちゃいい味してます。これねもう飲食店で出されたらもうめっちゃね喜ぶ美味しさ、最高にうまい。うん、これはやばい。うん、やみつきになりますね。今回はねこの黒麻婆豆腐、作ってみましたが、もしねよかったらぜひ、ね、参考に作ってみてください。でラオチューワンの方なんですけどね、業務用スーパーとかちょっと探したんですけどね置いてなくて、ネット通販だったらね料金もそんな高くないので、ネット通販でねラオチューワンの方はね購入していただければと思います。それではね、まあ、短い動画になりますが、よかったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。